勝負下着は持っていますか？また、どんなものですか？そうだな、下着か。あれだね。ピーチジョンのレースがついてるのとか、あと、ヒョウ柄だったりとか、赤とか、青とか、あと結構はっきりした色の派手なものが多いです。で、ちなみに今もう勝負下着着てるんですけど、でもなんか私っていつも勝負下着なんですよ。で、これは別に自分がエッチだからとかじゃなくって、いつでも OK みたいな意味じゃなくて、見えないところもおしゃれっていう気持ちから、いつでもお気に入りの下着を身につけるようにしてて、見えないところからちゃんとしたおしゃれだなって思うものをつけとくと、すごい気持ちがシャキッとするんですよ。だから、会社行く前だったり、学校行く前も、お気に入りのブラジャーつけるだけでシャキッてしたような感じがして、だから私はいつだって勝負したいです。はい。はい、次。どこからが浮気ですか？ボーダーラインを教えてください。やっぱ体の関係があったら、もう、さよならって感じですね。ちなみに風俗もなしです。遊びとか魔が差したとか、やっぱ抵抗ありますね。なんか他の人抱いたんだなって思うと、もうスーって冷めていきますね。そこは理解できないところなので、はい。女子校とはどんな世界ですか？男子が憧れる世界ですか？それとも、がっかりする世界ですか？まずね、男子が憧れるような美しい百合の光景っていうのは見たことがありません。むしろ男子の目がない分、すごくオープンで、悪く言うと下品だったのかなって感じがします。で、これは下品か憧れるか、ちょっと微妙なところなんですけど、体育の授業の前に着替えるときに、腕だったんで、ワイシャツのこのボタンを外して、で、痴漢みたいにこう、バッて開けて、なんか開ける前に、せーの、今日のブラジャーみたいな感じで、みんなでなんか異性のせみたいな感じで見せたりとかして、笑ったりとかしてました。スカートの下の、パンツの上に見せパンって履いてるんですけど、見えても大丈夫なように。で、その見せパンを脱いだ状態で、それも一緒に、せーの、今日のパンツみたいな感じで、みんなでパンツ見せ合いっこしたりして、それ可愛いとか、どこで買ったのとかさ、昨日風呂入った同じじゃないみたいな。そんな話したりとかしてましたね。今生理なのとかなんだと。これどうですか？憧れますか？それとも幻滅しますか？よかったら教えてください。はい。というわけで、女子部屋でした。レイカとお友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あと質問もお待ちしております。